listening to Shibuya Cross FM. It's Sunny の Shibuya Talking スタート。皆さんこんにちは。It's Sunny の Shibuya Talking 始まりました。まずはじめに今月上旬 It's Sunny の一部メンバーに新型コロナウイルスの陽性判定が出たため。前回の渋谷トーキングの出演を見合わせていただきました。ご心配ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。そしてパーソナリティを務めてくださった加賀谷さん、さくらさん、ありがとうございます。現状は回復しており、改めて気を引き締めメンバー全体での活動を行っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで、この番組は毎週第2、第4木曜日の13時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りさせていただきます。私たちイッツサニーの渋谷的女子トークや、近い未来バズること間違いなしの個性派、そしてユニークな旬なゲストを毎回お迎えしてトレンド情報を発信していきます。改めまして、ご視聴いただいている皆さん、こんにちは。こんにちは。今回はですね、いつもパーソナリティをやっていただいている甘味処の加賀谷さんにはお休みをいただき、ついに私たちイッツサニーだけで進行していこうじゃないかということになっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、改めて自己紹介なんですけど、私たちイッツサニーは元 SKE48 大山さなさんがプロデュースするアイドルグループです。今回は私、小竹芽衣が司会を務めさせていただきます。ではメンバーも自己紹介、じゃあみーぽんからお願いします。はい、イッツサニーのみーぽんこと松尾美優です。よろしくお願いします。はい、イッツサニーのゆっきりんこと福田ゆきです。よろしくお願いします。はい、イッツサニーの、芸術担当鈴川優奈です。よろしくお願いします。はい、ということで、最近名古屋に遠征に行きましたが、うん、みんななんか美味しいもの食べれたり、はい、なんか名古屋での思い出とかありますか？名古屋私初めてで、うん、名古屋自体に行ったことがなかったので、これが初めての名古屋だったんですけど、うん、もうずっと本当楽しくて、うん、今でももう名古屋に戻りたいです。美味しいものいっぱい食べれました、ね。うん、なんか美味しい、あまり食べ物、ご当地の食べ物とかが食べれなかったから、うん、ね、もうちょっと食べたいなって感じが、ね、ちょっとゆっくりしたかったです ね。なんか1日ぐらい休みとかね、あっても、そうそうそう、食べる日が。そう、私誕生日だったんですよ。おー、そうやん。その日みんなと一緒にいなくて。そうだよね、一人ぼっちだったんですよ。そうそう、移動してたんだよね。そう、移動中に誕生日が終わっちゃって、そうみんななんかホテルね、みんなで泊まってて、いいなって思いながら、ちょっと一人寂しいしました。次はね、一緒にみんな泊まろう。そうね、でもね、誕生日にね、サマーランドで、あ、そうですね、なさってる方々もね、いっぱい来てくださった方もいらして、ありがとうございました。そうね、みんな、私、お母さん名古屋出身なんだけど、え、そうなんだ、そうなの。ひつまぶしとか食べた？あ、食べてない。食べてない。あれ、なんか顔が、あ、実はね、こっそりね、あ、食べ、抜け駆けしたの、出前感しちゃったんだよね。出前食べちゃった。これはね、秘密にしてたんだけどね、本当はね、ちょっとこれでバレちゃった。ちょっとね、今回浮き内でね、ひつまぶし爆食会行われてました。爆食会、たくさんめっちゃ今食べてたよね。結構サニー内でも大食いで、そうね、名のある感じが、いいね。じゃあ次行った時は手羽先とか、あ、いっぱい食べたかったんだけど、手羽先買ったよね。そう、私とゆきちゃんは新幹線で帰ったんで、手羽先買ったんですよ。食べたの？いや、買った、買ったの、お土産みたいな。じゃあまだまだ名古屋の楽しみは、そうね、いっぱいある時間が。じゃあ次行った時はね、もっとたくさんね、食べれるようにしたいですね。満喫をしたいですね。それでは早速最初のコーナーをやっていきたいと思います。最初のコーナーはサニーのトレンド〇〇。イエーイ。ここ
からは私たちイッツサニーが独断と偏見で皆さんにお勧めしたい今自分がハマっているトレンドなことについて情報を発信するコーナーです。ということで早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあ何かある方、うん、何かどうしようかな、ハマっていることありますか。そうですね、最近私は食べ物なんですけど、うん、ちょっとお豆腐にハマってて、いつもあの朝配信をいつもしてるんですけど、うん、その時に朝食を食べるんですけど、いつもお豆腐を食べてて、最近はお豆腐にきな粉とか蜂蜜をかけてるのにハマってるんですけど、最近それ以外にもいろいろお豆腐のレシピを調べて、うん、で作ったりするのにハマってます。おー豆腐ってね、なんか物によってすごいなんか甘かったり、ねうん、するし、結構スイーツみたいなね、そう感じになったり、もプリンとかも作れるです。あ、プリン、そう、お豆腐プリンとかヘルシーで結構スイーツ食べれたりするから、うん、お豆腐最強だなと思って最近ちょっとハマってます。いいね、終わったらちょっとプリンの作り方教えてもらおうかな。みんなに作ろうかな。ねトレンド〇〇でしょ、うん、自分のマイブームみたいな感じだよね、うんうん、あのね実はねあの遅らわせながら私あのネットフリックスにハマってて、お映画とかなんか、ね、コロナとかの自粛とかでさ、なんか一時期めっちゃ流行ってたじゃんネットフリーとか、うんうんうん、今めっちゃハマってるのがあってあの、うん、カンドラが最近多いのねネットフリーに、意外、そう、もうそれ見て一人でなんか、うん、もう本当は いけないけど夜中起きてキャッキャして見てます。それは日本語吹き替えで見てるの？あ、吹き替えっていうかなんか字幕かな、うん、あ、字幕で見てるんだ。そうそうそう、もうずっと韓国語聞いてるのだから。じゃあなんか話せるようにいつになったりとかするかもしれない。ね、もう俳優さんとか女優さんたちみんな美男美女でさ、うん、あ、そうだよね、目の保養にもなるし、うん、なんかすごいね、うん、あれ中毒性があるので、うん、あの一度見たらハマると思う。みんなハマってる人ってなんかずっと見てるみたいな、ね、あ、そうそう、ずっと見ちゃうのがあるよね。やばいですもん、うん、そんな感じで、うん、なるほど、ネットフリックスにネットフリにハマってますっていう。ゆあちはなんかハマってることありますか？ね、ちょろっとツイッターでも言ったんですけど、スーパー銭湯というものにこの前初めて行きまして、みんな知ってる？スーパー銭湯って知ってる？銭湯行ったことないの？行ったことないよね、うん、私も初めてだった。なんかあれか、温泉のもうちょっと気軽バージョンみたいな感じなの？そうそうそう、なんかいろいろあるの、なんか普通に温泉というか銭湯に入りに行くだけかと思ったら、うんうん、ご飯屋さんがあったり、なんかマッサージしてくれるところがあったり、あ、めっちゃいい。そう、なんかもうその施設だけでもうずっと遊べるのよ、そう、あとなんか寝る場所もあったりとかして、え、岩盤浴とかはあるの？あるあるある、めっちゃいいやん。そうだからあの最近私お休みの日、うん、4時間ぐらいスーパー銭湯に一人で行って、4時間すごい、一人スーパー銭湯強いな。2時間ぐらいお風呂入って1時間ぐらい岩盤浴して1時間ぐらいまったりしてみたいな、ちょっとねみんなにもおすすめ。そんななんかお風呂とか入ってて疲れない？逆にめっちゃ楽しい、楽しい。なんかそうスマホも置けるじゃん、うん、だからちょっとなんかデトックスなんかこうスマホ離れもできるし、うん、汗もいっぱいかけるから、うん、健康にいいね。健康にすごくいいと思う。確かにデジタルデトックスいいね、うん、そう、うん、みんなもぜひおすすめ、うん、あ、行ってみようかな。それ見てお友達とかとみんなの答えとかで行きたいに行こうよ。行ってみて、バトリーが。あ、ね、行きたい、うん、それがおすすめですね。いや、めいちゃん、私はもうなんかずっと変わらないんですけど、ブームが漫画が本当に好きなのでもう本当になんか10年以上多分ブーム変わってないんですけど、やっぱり、はい、おすすめ最近なんかその推しぶどうっていう、推しが武道館に行ってくれたら死ぬみたいな漫画があって、それをちょっとファンの方からおすすめしていただいて読んだんですけど、やっぱそういうなんか自分もオタクだった立場っていうのもあって、そういう推しのなんかこうけなげな姿をにもだえるこのオタクの姿が描かれてて、本当に親身になったり、あ、自分もこういう風に思ってもらえてるのかなとか思ったりして、
すごいおすすめです、うん、アニメ化とかもしてるので結構漫画とか活字苦手な方でも見やすいかなって思います。ぜひ漫画とか読んだりする？あ、今ちょうど漫画ハマるの、探してって新しくハマりたい。あ、そうなんだ。だからちょっと見てみようかな。アニメ好きだもんね。アニメ大好きで、うん、アニメもあるらしいから、うん、ぜひ。あ、アニメ見たいですよ。私アニメ探してたんですよ、ちょうど。あ、本当に？そう、今期のアニメとか最近見るの何にしようとか。あ、でもなんかそろそろね、うん、スパイファミリーが、あ、そう、ね、そう、あ、それアニメ好きです、ね、そう、楽しみにしてます。そうですね。はい、ということで、はい、ここで1曲お送りします。曲は It's Sunny でシュワシュワラブリー。イエーイ。
聞きいただいたのはイッツサニーでシュワシュワラブリーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは教えて中西さん。こちらのコーナーはシステムソリューション幅広く展開している VIP ソフトウェア株式会社の中西達樹さんにお越しいただき、普段聞けない IT 企業の裏話やマル秘情報を教えていただくコーナーになります。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ改めまして自己紹介をお願いします。はい、VIP ソフトウェア株式会社から参りました中西達樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。VIP ソフトウェア株式会社では具体的にどういったことをされているのかお伺いしてもよろしいですか。はい、弊社では主に SES っていうものをやってまして、 SES っていうのはそのお客さんがこういったシステムを作ってほしいっていうような要望があった場合に、自分の会社にいるシステムエンジニアとかプログラマーの人をこう派遣してそこでシステムを作ってもらうっていうものなんですけれども、それとは別にせっかく自分の会社にそういった技術のある人がいるんだったら、自分の会社で製品を作ろうっていうことで、自社製品としてその中古車売買をしているみんなの中古車市場ですとか買取エージェントっていうものがあったりとか、あとマイナンバー管理をするソフトとか、あと中小企業零細企業に向けたジムソルっていうような製品も自分の会社の製品として作っています。ありがとうございます。中西さんのお話からも出てきましたが、以前車情報買取ポータルサイトを提供しているみんなの中古車市場、略してミンチューさんの岡田さんにご出演いただいたの、みんな覚えてますか？はい、覚えてます。ちょうどこのスポンサーさんの、中西さんも VIP ソフトウェア株式会社の方でして、今回は中西さんにご出演いただいております。そして先ほどジムソルと話があったと思うのですが、ジムソルって何か分かりますか？何でしょう、何だろう、ね、ね、初めてなんか難しい言葉で、難しそうですね。何だろう、ジムソルってどういったものか教えていただけますか？はい、ジムソルっていうのはクラウド ERP って言われるサービスの一つなんですけれども、その ERP っていうのはすっごく簡単に言うと、会社の中にある人とあと物とお金の管理を全部それ一つでできるっていうサービスシステムなんですね。で、一般的な中小企業だと例えば給与計算は給与計算ソフトでやってて、で物のその自分の商品、会社の商品が売れたらそれの管理はExcel とか表計算ソフトでやってて、で請求書とかも Excel で作ってるっていうような場合がすごく多いんですね。でそうするとデータがすごくその給与計算ソフトにあったり表計算ソフトにあったりってすごくいろんなところにあるので、最後に自分の会社にいくらお金が残るのかっていうような、もうそれを集計するのがそのデータをいろんなところから引っ張ってきて集めてもう計算してっていう作業が発生するので、それがすごく面倒くさい作業になるんですね。なのでジムソル、この ERP を使えばそれがもう一気にもうボタン一つとかすごく簡単な操作でできるので業務効率化になるっていうようなサービスです。で、クラウドなのでインターネット環境があれば誰でもすぐ使えるので、このご時世だとやっぱりテレワークが必要とかになると思うんですけど、すごくテレワークにも適したサービスです。事務仕事が結構一括で簡単にできるようになる。そうですね、はい、なるほど。じゃあ在宅ワークとかこんなご時世なのでテレワークとかにも欠かせないサービスということですが、他に何か気になったこととか何か聞きたいこととかありますか？いいですか？あ、じゃあいいやつ。そうやってまとめてくださるってことで結構すごいサービスだと思うんですけど、ちょっといくらぐらい利用料かかるのかなってちょっと思って、おいくらぐらいなんでしょうか？
ジムソルいくつかありまして、はい、基本的に、1ユーザー使う人が1ユーザーだったらすべての機能無料でお使いいただけます。でちょっと会社が大きくなって、10人くらいの会社規模だったら多分もうジムやる人も1人くらいかなって思うんですけど、もうちょっと大きくなってきたらジムやる人が複数人出てくると思うので、3ユーザーだと、9800円、月9800円に消費税が乗るっていうような感じですね。その他もっといっぱいジムやる人がいるんだっていう場合はそれ以降は追加で1ライセンスずつ発行できたり、あとこれが月間の場合なんですけど年間契約っていうのもあって、年間だともう1ヶ月分お得で提供してます。どうしてそんな低価格でのサービスが可能なんでしょうか。やっぱり ERP って本来すっごくお金がかかるものなんですね。なんか1000万とか普通に数千万円とか普通にいっちゃうんですけど、この前出演させていただいた岡田がジムソル作ろうって言ったんですけど、それの基本的な考え方として中小企業こそそういった事務作業を効率化してもっと他のものに時間を割かなきゃいけないんだっていうことで、だけど1000万とかもうとても払える金額ではないので、もう安価で低価格で使って中小企業の人にもっと効率よく仕事をしてもらうためにっていうことですごく低価格で提供してます。なるほど。そんな時間かかる仕事とかが それぐらいの値段で終わったらすごくお得ですよね。そうですよね。他に何か聞きたいこととかありますか。はい、じゃあゆきちゃんお願いします。はい、ジムソルの使い方友達よく分かってないんですけど、ジムソルを使用するにあたってなんか操作のサポートとかっていうのはあるんですか。はい、サポートありまして、まず、メールと電話と、あとズームでサポートをやってます。でズームはデモ画面を画面共有して、ここはこういう風にするんですよっていうようなもの、私が操作をして見せるっていうこともできます。はい、それも全部利用料の中に入ってますし、1ユーザー無料の方でもやってます。すごい、すごい親切なサポートですね。ありがとうございます。ね、どうですか、ミーポンとかはある？そうですね、その事務作業ってどれくらいの容量というかこうものを削減できるのかなっていうのがすごい気になりましたね。まず自社システム、自分の VIP ソフトウェアの中で使うっていうところからスタートしたんですけども、その時使い始めた時は92% っていうのができました。今までずっと弊社でも表計算ソフトを使って月末の作業をやってたんですけれども、ジムソルを使ってからはそうですね、1週間かかってた作業がこう3時間で終わるようになって、だいたい、はい、92% くらい効率よくできるようになりました。92% すごいですね、ほとんどですね。ありがとうございます。まだまだお伺いしたいことあるんですけど、お時間が来てしまいました。最後に告知などありましたらお願いします。はい、ジムソルっていうサービスなんですけれども、昨年からスタートクラウド ERP としてスタートしまして、まだまだこれから広めていきたいサービスなんですね。ですので今のこうお話しさせていただいて少しでも気になってくださった方がいらっしゃったら、ネットでジムソルですね、事務作業のジムにアルファベットで SOW でジムソルなんですけれども、それで調べていただけたら公式サイト出てくるのでぜひご覧いただきたいと思います。チェックお願いします。お願いします。タクニスさん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。曲は It's Sunny で Fantastic Lover。巻きさせてみたい、ワクワクし
ただいたのは It's Sunny でファンタスティックラバーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは昼間から生ゲスト、こちらのコーナーは今をときめく旬なゲストを毎回お迎えしてここ渋谷から情報発信をしていくコーナーです。今回のゲストは J リーグクラブ湘南ベルマーレの PR 活動を行うグループ2022年ベルマーレクイーンの星名美優さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、2022年ベルマーレクイーンそして役者の活動をしています星名美優です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。湘南ベルマーレをご存知の方も多いと思いますが簡単にご紹介させていただきます。湘南ベルマーレは日本プロサッカーリーグの最上位に位置する J1 というリーグに所属されておりまして、神奈川県平塚市にあるレモンガススタジアム平塚というスタジアムを本拠地として活動されているサッカーチームです。ということで本日は2022年ベルマーレクイーンの星名さんにいろいろとお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず伺いたいのが、はい、星名さんがベルマーレクイーンになりたかった理由とかってお聞きしてもいいですか。はい、そうですね、もともと私は8年ぐらい前にアイドルをやっていて、その後ずっと役者の活動をしてきたんですけれども、まあ、その中でこのベルマーレクイーンというのを見つけて、過去のベルクイーンの子とかを見てきたら、こういうラジオだったりとかいろんななんか活動がをされていて、役者の活動をしている私からしたらすごくなんかこんな機会なかなかないし羨ましいなっていう気持ちでいっぱいで、あとはまあサッカーをちょっと勉強したいなって思ったのがきっかけで、まあ、単純に露出がすごい増えるなって思ったのでやってみたいなって思いました。なるほど、はい、結構そのアイドル活動とかもしていたっていうことで、はい、うん、芸歴とかも長いんですか。そうですね、なんかアイドル自体はすごい少ないんですけど、はい、ドラマだったりとか舞台とかそういう役者としての活動はたくさん、まあ、やらせていただいてきました。なるほど、はい、星名さんからしてベルマーレの魅力とかって何ですか。はい、そうですね、やっぱ一番はサポーターさんのがすごく熱くて、もう一人一人がもうなんか自分よりも大切にしてるんじゃないかっていうくらいに、もうベルマーレのことを愛している、いる方が多いなっていうイメージで、ついこの前ベルマーレがクラウドファンディングっていうのをやったんですけども、はい、1億円も集まって、そうですよね、びっくりして私もこんなに集まるっていうくらい、本当にサポーターさんが愛が強いなっていうイメージですね。そうですね、しかもなんかクラウドファンディングの内容とかもすごい豪華なものとかも多かったので、サインとかも、はいはい、あってすごい魅力的でしたよね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにスタジアムとか生観戦するにあたって、うん、こういうものがあったらさらに盛り上がるとか、はい、こう盛り上がるために持っていった方がいいものとか、うん、覚えていった方がいいこととかありますか。はい、そうですね、まず一番注目してもらいたいのがスタジアムグルメ、スタグルっていうので、うん、そのホーム戦ごとに、うん、平塚だったら平塚で、まあ、浦和だったら浦和で結構、まあ、毎回食べ物があるんですけれども、うん、それを楽しみになんか観戦してる方もいらっしゃったりとか、うん、あとは、まあ、ユニフォーム着てる方とかもいるし、マフラータオルとかも、うん、してたりとか、あとハリセン、今声が出せないので、うん、ハリセンで一緒にみんなで応援とかするので、うん、すごくなんか一致団結した感じで、うん、ハリセンとか覚えたらすごく盛り上がるんじゃないのかなって思います。はい、食べ物とかすごいいろんなその時限定のものとかもあったりして、すごいあって、あとお酒、ビールとかもなんか限定のビールとかあっていつもいいなって思いながら見てますね。選手考案の食べ物とかもありますよね。選手がおすすめしてるこの選手の限定の、この前町野選手のお弁当があって、私そこのブースを担当したんですけど、もう一瞬で売り切れて、選手効果すごいと思ってました。はい、そういうのもすごい、そうですね、楽しみの一つ、チェックしていったらやっぱ気持ちも盛り上がりますね。はい、ありがとうございます。と、うん、いうことで、サニーのメンバーは観戦とかしますか、うん、スポーツ観戦とか。
したりすること、うん、割とちょこちょこしますね、うんうん、そもそもサニーはあの去年湘南ベルマーレさんの平塚でね、ハーフタイムショーをさせていただいたので、その時にみんなで初お披露目を、ねうんね、ベルマーレさんのハーフタイムショーで、うんね、披露させていただいて、ゆきちゃんは初めてだったんだよね。そこに私初めて生で観戦して、こんな楽しいんだと思って、ちょっとまたの観戦したいなっていうのを思ってて、そうすごい楽しかったです。良かったです。でもやっぱ一番はメイちゃんが一番多そうだよね。そう、うん、私サッカー経験があって、昔サッカーを習ってて、うん、で陸上もずっとやってて、すごい、なのでもすごい運動神経いいんですよ。なのでずっとベルマーレさんもあのこのイッツサニーに入る前からこう観戦とか行ったこともあって、え、そうなんですか、はい、すごい実際レモンガススタジアム、はい、昔 BMW スタジアムだったと思うんですけど時も競技とかしたことがあって、競技場で、先輩だいろいろ教えてくださいなのですごい本当に今こうやって関わらせていただく機会が多くて、うん、なんかもう信じられないというか、そうですよね、はい、すごい、びっくりしました教えてもらいたいです、とありがとうございます、はい、告知とか何かあることありましたら、はい、そうですね、4月2日に次はベルマーレのホーム戦でサンフレッチェ広島と のサッカーの試合があるので、あのスタジアムでぜひお待ちしてます。はい、ありがとうございます。私たちも実はね、お知らせが10日だよね、10日4月の10日の湘南ベルマーレさんのホーム戦でハーフタイムショーにまた出演させていただくことになります。すごい嬉しい、すごい。今回はグリーンモンスターっていう曲を披露させていただくんですけど、ベルマーレさんの緑の戦士、はい、そうなんです、あの曲の中にサッカー の言葉が含まれてたりとか、そうですね、フリーキックとか、え、楽しみ私いつもハーフタイムの時にはちょっと戻ってるんですけど、はい、絶対見てます一緒に踊っちゃってください一緒に踊っちゃおうキングベルも一緒に誘って、そう、一緒に、ね、誘っておきます事前に、え、楽しみ、やった、はい、で2回目の出演ということでね、本当にまた呼んでいただけて、はい、頑張ってください、すごい楽しみ、楽しみ、でまただから観戦も、あ、そうだ、ね、それまた見れる、嬉しい、やった、写真撮りましょう、あ、ありがとうございます、ぜひちょっと意気込んで今日は、ね、ちょっと勝ちますよね。ベルマーレのユニフォームを着てきました、ね、10日は確かジュビロ磐田との試合だったので、はい、ね、注目してもらいたいです ね、 とね、勝ち点3を取れるように、はい、そうですね、うん、お願いして応援しましょう、はい、応援していこうと思います、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お送りします。曲は It's Sunny でノア。
きいただいたのは It's Sunny でノアでした。ここで It's Sunny 宛てにお便りが届いているので読んでいきたいと思います。はい、はい、ラジオネーム怪獣マーチさん、 It's Sunny の皆さんこんにちは。いつもラジオ楽しみに聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。すっかり春になってしまいましたが、この春やりたいことはありますか、ということで、春にやりたいこと何かありますか。あ、去年流行った流行りなんですけど、あのおしゃピクって知ってますか。おしゃピク、あのピクニック、ピクニック あれがなんかインスタ女子の中で流行ってすごい映えてたんですね。で乗り遅れちゃってなのでこの春はちょっと、ね、やりたいなと思って、はい、おしゃれ女子にインスタでそう頑張ろうと思って。おおしゃピクね、やりたいな。お二人得意そうな感じが。おしゃ得意そうでしょ。どっちかっていうとおしゃカフェみたいな、ね、ちょっと教えてほしい、おしゃれのコツをね。でなんかね、いつも2人の写真ね、そう覚えてるんですよね。あ、女子だみたいな、女子です、女子だって感じがすごいかかるよ ね、 ね、 ね、めっちゃ時間かかってるんだよ。 あれやっぱ時間と引き換えにそうそう、あのこだわりが大変なのよ、女子はね、可愛く見せるのもね。ゆきちゃんとかなんかありますか。私もでもずっとお花見がしたくて、ちゃんと実はやったことがなくて、でこう綺麗な桜と一緒に写真を撮りたいなと思ってるんですけど、毎回もう撮ろうと思ったらもう桜じゃなくて緑になってて、変わっちゃった、あ、終わっちゃったって毎年思ってるので、今年こそはやりたいです。私今咲いてるよ、今咲いてる、今かな、今さっきね桜見たもん、めっちゃ、あ、本当、うん、もう咲いてる、ちょっとで満開だと思う、あ、そっか、じゃあ、 あと1週間以内に狙って頑張って、うん、忘れないようにイベントしたい。花粉症とか大丈夫？私は花粉症大丈夫なの。あ、大丈夫、あ、じゃあバッチリだね。ドライアイだけ気をつければ大丈夫。あ、この時期になると？え、ずっと年中。あ、そうなんだ。だから意味がない。いっぱいまばたきをしてもらって。そう、そう、うん、ピーポンはじゃあ、ありますか。もう春メイクでしょう、やっぱ。あ、やっぱ春コスメめっちゃ可愛いと思って、うん、春メイクして春服着ておしゃれして、うん、おしゃピク、おしゃピク一緒に行かないでね、連れてってもらってもいいですか。あ、みゆき会ぜひ同行してください。ちょっとおしゃピクのね、考案しよう。みゆな会になるんじゃない。みゆなが、あ、みゆなコンビや。あ、そうだ、みゆな、みゆな、みゆな感じするとすごいダサいんですよ、みゆなって本当に、ねね、合体でしたらね、みゆなだもんね。そういいね。うん、めいちゃんは。私はこの春、今年とかではないんですけど、うん、やっぱり暖かくなってきたらスポーツがしたくなるので、うん、運動が好きで、いい、はい、なのでやっぱりこうベルマーレさんの試合とかも見に行けたりするので、うん、サッカーをしたりとか、うん、最近ちょっと三段跳びを陸上をやってなかったので、三段跳びって何ですか。やりたいなって。知らない、知らないんですけど、なんか幅跳びを3回するみたいな。すごい、すごい、1、2、3みたいなやつですか。そう、そうなんだ、なんかね、やり方がいろいろあるんだけど、すごいな、必殺技みたいやな。ちょっとまた特訓してできるようになりたいなって思ってます。はい、そしたらもう一個読んでいきたいなって思います。はい、うん、ラジオネームクレアさん、こんにちは、サニーファンです。おー、嬉しい。ありがとうございます。そろそろ次の新曲が聞きたいところですが、みんなが次に新曲を出すならどういった曲を歌いたいですか。おー、名曲ね、また欲しいね。欲しいですね。どんな曲がいい。今回はね、シワシワ結構明るい元気な感じ、うん、そうね、あのちょっとあのかっこいい系の曲最近増えてるじゃない。確かに、だからちょっとそういうのもなんかしたいなと、いろんなジャンルしたい、いろんなね、かっこいい系の、確かに、うんうん、ダンスとかやってみたいよね、ちょっとノア寄りの、うん、みたいな感じ。私なんかめっちゃラブリーなやつしたい。ラブリー、あ、超ラブリーなやつ、フリ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 の好き好き好きみたいな、そういうもうこういう感じの、衣装とかも、そうですね、もうめっちゃ憧れの、ジッパーみたいなね、NMB さんの、あれ、ああいうのしたいのよ。確かに求めてるのよ、なんか大人可愛いみたいな感じとかも。そう、確かにね、いいよね、
私はちょっと 今の季節だと思うんですけど、桜ソングとかすごい大好きで、アイドルさんちょっと切ない感じの可愛らしい春の曲とか歌ってみたいです。いい、ね、なんか季節のソングいいよね、夏曲とか欲しいね。そうだね、春ソングもだし、そう季節の曲、季節系、ね、出してみたい。確かにそうですね、みーちゃんはじゃあ何ですか。私はでもやっぱりなんか結構激しいじゃないけどなんかかっこいい曲が好きっていうのもあるし、なんか結構踊りもキレキレみたいな曲がすごい好きで、なので歌もなんか結構かっこよめでクールな表情とかも見せつつ、かっこいいダンスを踊れるような曲をやってみたいですね。やってみたい。まあじゃあ全員分の希望を通してもらってね。あ、そうだね。全員。そしたらもう最強。あ、じゃあ4曲とか。4曲。あ、4曲。そうだね。上の方お願いします。お願いします。お願いします。うん、ということで、あっという間にエンディングのお時間が来てしまいました。うん、はい、最後に私たちから告知させていただきます。じゃあまず、はい、ちょっと私事になってしまうんですけど、うん、私5月に舞台に出演させていただきます、うんうんうん、見えないサポーターっていう舞台に主演で出演させていただきます。チケットはサンオフィスのホームページに載っているので、ぜひ皆さん来てください。絶対絶対来てください。来てください。他にありますか、いいやつから。はい、3月か、3月の26日にまずサニーのライブがあります。うん、ライブがあります、うんうん、ね、うん、で新宿のキースタジオっていう、新宿アルタのキースタジオというところでやるんですけど、その後同じ会場で3月30日にもオーディションがあるんですよ。私とミーポンが先日ミクチャの配信アプリで、うん、出させていただいていたネオっていうカラフルなお酒の、イメージガールの最終審査があります、はい、サニーからは私とミーポン、それから今日はラジオに出ていないんですが、若菜ちゃんが3人が最終オーディションに出場します、はい、そしてその日のお昼の部にはめぐちゃんがドラマのオーディションを受けているので、ぜひ皆さん昼と夜両方来てください。両方ね、3人のライブもね、盛りだくさん、ミニライブもあるしね、ミニライブもあります、物販もあるので、ぜひ、はい、もしどうしても当日来れないよって方、ミクチャの配信でも見れます。配信でも見れますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。やっぱりゆきちゃんからもお願いします。そうです、私からは改めてイッツサニーの宣伝になってしまうんですけど、さっき言ってた3月の26日に新宿キースタジオさんで台湾ライブをさせていただきます。詳しくは公式のイッツサニーの方のチェックをよろしくお願いします。そして4月10日は先ほど言ったようにハーフタイムに出させていただくので、皆さんそちらの方もよろしくお願いします。皆さん待ってます。はい、お願いします。お願いします。結構ね、連続でキースタジオでのそう、ね、ライブになります。女性無料、そうだ、そうだ、あるので、あ、女性の皆さん、女性無料、うん、女装とかしちゃダメですよ。あ、それはちょっとね、見抜きますから絶対にぜひこの機会にね、いらしてください、うん、ご新規さん的も無料となっておりますので、はい、ぜひご新規の皆さんもお待ちしております。はい、待ってます。待ってます。ということで、次回の渋谷トーキングは4月14日13時からになります。イッツサニーの渋谷トーキング、楽しんでいただけましたか。イエーイありがとうございます、ね、また私たちだけでこうやってね、回せる、そうですね、ね、これからも頑張っていきますので、ね、ぜひまた見に来てください。見に来てください。次の時もお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた次回ですね、14日13時からお会いしましょう。ご視聴もお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。